経営学部マーケティング学科3年の高野翔太郎です。残り短い期間ですが、ライブ配信をもっとたくさんして皆さんとのコミュニケーションをもっと取っていきたいなと思っています。特技の歌で皆さんの心に届けることがまだあるかなと思うので、よかったら見に来てください。一人でも多くの方に見ていただけたらなと思います。会場まで足を運んでください。待ってます。国際政治経済学部国際経済学科3年の斉藤壮太です。私は普段カフェでアルバイトしていて、ラテアートを勉強中なので、アルバイト先とか暇な時間あれば遊びに来てください。一緒に表現者として僕を見てくださる方に夢とか希望を届けられるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。経済学部経済学科3年上野翔太です。料理が得意、そしてもう一つ美容系に興味があって、ミスコン期間中もメンズメイクなど力を注いで、そういうことも、発信したりしています。自分らしさを生かした活動を最後まで続けていくので、応援のほどよろしくお願いします。理工学部情報テクノロジー学科2年、山根亮です。僕のアピールポイントは身長が185センチあるところです。そして僕は唯一の理系で、この相模原キャンパスから初のグランプリを目指して頑張っています。ぜひ応援と投票よろしくお願いします。経営学部マーケティング学科3年、柏木学人です。僕はファッションが好きで、いろんな系統の服を着こなすことができますので、この様子がインスタグラムにアップされているので、よかったらチェックしてください。皆さんの応援すべてを力に変えて頑張りますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。経済学部経済学科3年の金田正弘です。自分は体育会水泳部に所属していて、水泳を15年間続けています。ファッションが好きで、インスタグラムではよく洋服の投稿をさせていただいてます。コンテストまで残り短くなりましたが、最後に12人全員で笑って終われるよう頑張っていきたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いいたします。